俺がチームに入ってないってことですか？カスタムのっすね。チーム、カスタムのコントロール V だよな、ちょっと待ってくださいね。さっきなんか浦和さんいなくないですかみたいな、そんな茶番かましてる暇あったらカスタムの部屋入っといてください。ここどこだ、違うわ。じゃあやばいってやばいって、川瀬先生と一緒にやることになってた。成瀬さんハマったゲーム何なんですか？カビーのエアライド。あー感激した、はい、なんで笑ってんの？なんで？いやなんかこの流れ FPS とかなのかなと思ったけど、カビーのエアライドだけど、いやなんか言い方が今可愛かったな。すごい子供が嬉しそうにカービィのエアライドって言ってたもん。やっぱカービィのエアライド楽しいっすよ。いいっすよね、あれ。あれ一番面白いっすからね。え、普通にはい、バトロワの方をやってたんですか？なんかよくわからんコースに沿ってやるやつあるじゃないですか。あー、うん、ありますね。あれどっちだったんですか？いやもうバトロワの方やってました。あみんなで集めて戦うやつですね。でも今の若者カービィのエアライド多分知らんすよ。いやエアライド結構有名じゃないですか。カービィのエアライド見たことない。カービィのエアライド、ゲームキューブの超名作よ。ゲームキューブ触ったことない。あエアライドだからかあまり。あ、初めて見た。ゲームキューブの中でもトップクラスにおもろいと言われてるゲームだからな。へえ、わかんないんだ。若いんすね。違いますよ、成瀬さん。そんなことないです。でねげか。うん、ゼネギじゃないですよ、これは。私がただ単にゲームキューブの道を取ってないってだけなんで、ゼネギではないです。デコメ送ったことあります？デコメ？デコメ？デコメール？オッケーオッケー、オツオツオツ。デコメ？オツオツ。デコメールでしょ？ほら、うち知ってます、うち知ってます。デコメをデコメ。え、気になるんですけど、気になるんですけど、俺メール使ったことないんですよ。なんか最初からもう LINE だったんですけど。はい。それは成瀬さんを一人ぼっちにするんだね。ウルハさんはどうですか？ウルハさんはどういうこと？ウルハさんもそう？全然メールですよ、今も。今も G メールです、みんなとやるとき。助かるなぁ。もううちも全然。優しい嘘、優しい嘘傷つくんだけど。全然 G メール、みんなとメアド交換してます。マジ？メアド教えてください。メアド教えてって言います？いや、もう言いますよ。マジか。挨拶が終わりに。やば。言わないっすね。絶対言わないやろ。おばちゃんっすね。おばちゃんですね。ガラケーの人やん、それだってもう。LINE、まあ、確かにうちもメールは。LINE だったな、最初。使わない。あ、でもあれ好きでしたよ。なんか、文字で絵作るやつあったじゃないですか。なんていうんですか。AA じゃなくて、なんていうんでしたっけ。アスキーアートっすか。あ、そう。あれ、好きでしたよ。メールの時代にあれよく使ってたんですよね、多分。いや、メールの時代じゃ通ってるよ。あれメールの時代じゃなくない？あれメールの時代なんだ。あ、そう、なんかメールの時代に使われてるっていうのを見て、俺あれを LINE で使ってた。あれツイッチとかの文化だと思ってた。あ、あれツイッチの文化なの？いや、多分違う。ツイッチとか2チャンネルとかすんの。そう、2チャンネルとかの、あれの、あれだと思ってる。なんか悲しんでる人いない？大丈夫？いや、大丈夫。すごいため息ついてた。